昨日の深夜1時に S30% から柳田悠岐をぶち当てた黒長 P です。だから今回はですね、佐藤龍星選手、パワーシーンになりまして、広角持っておりまして、まあ、結構強くなったんでね、今回使っていきたいと思います。セーブもね、なかなか許されてるというか、まあいい感じの調整が入ったなという印象でございます。鬼レンチャンの、鬼レンチャンの男、金久美子。鬼レンチャンの男、ナイスバッティング。さあ、第2打席やっていきます。これね、弾道3パワーシー広角っていうのはね、ヤクルトの内山選手そっくりですね。あ、でも、今回のアプレー確か内山選手はパワー D になってしまったんで、もう唯一無二のオンリーワンになりましたね、佐藤龍星選手。まあ、全然逆方向は厳しいだろうけど、引っ張りならね、一発、狙えると思いますので、今日ちょっとホームランで積極的に狙ってやっていきたいと思います。あー、そのフォークはうまい。生っすかうますぎ、今の。打ちやすいな、別件。さあ、一発やればサヨナラの場面回ってきました。これ、横山投手は、めちゃくちゃ強くない？これ、スラカって156キロ。ちょっとびっくりな性能なんですが、もうそんなん関係ない。しばく、いや、スラカットは無理。さあ、2試合目やっていきます。いや、右ピッチャーか。あの、対左 B 持ってるんで、まあ、できれば対左が来て欲しかったんですが、右でもね、お構いまでやる。お構いなしですよ。アウトコース、これこれが良くない。高額だ。打法は、右中間を真っ二つに破っていく、このパワーなんです。擦ってもこんだけ飛んでいくからね。なんだよ、その系統もなんか分かってるみたいに左出してくんの。打球は、センターの頭、超えていきます。キーター対左 B 広角。もうこれが完全体です。もう外野前進とかね、もう舐めてますよ。もうフェンスまで超えちゃうからね。舐めんといて、うちの佐藤龍星。アウトロードボール、すごいバッティング、思わずシャウトが出てしまいました。ナイスバッティング、これですよ皆さん、広角っていうのはたまらんねん。しかもこれでサード守備が B 回りっていうね、めちゃくちゃ強い選手だったりするんですよ。センター、さあこのくらい走力は微妙にいいですが、ホームに帰ってくる。ん、遅いけど、いけたー。打球は左中間、完璧。うまく打って回ってきた。やった。さあ、猛打賞へ第3打席やっていきます。ホームランが出ればコールドです。で、この人ね、前走多いんで、それをしばきたい。来ました。さあ、じゃあラストじゃやっていきます。ホームランまだ打てれてないからね。引っ張り方向でもいいんで、ホームラン打ちましょう。ピッチャーは強化入った姿も。オッケー。で、実は豆知識なんですけど、まあ、プロスピもそうかもしれないけど、パープルの広角打法ってね、引っ張り方向も多少切りにくくなってるみたいです。シャイ、完璧。ああ、いってる。いいよ、147。だから切れる感じ。ああ、そういうのあるんですか。プルフは、ファール切りづらくて、広角は、引っ張った時のファール切りやすい。あ、切りやすいんだ。そうなんだ。切りやすい。さあ、スリーボール、ツーストライク。スローサーだから振っていこう。変化しない。アウトコース、うまく流しましたが、ちょっと芯外れてるねー。ただね、打感はめちゃくちゃいいです。本当にね、使ってて楽しい選手になりましたね、佐藤龍星選手。よー、すごい引っ張り方した。ベッケン、フルヒデ、スタンドイン。じゃあ、満塁男ね、出していきましょう。なんか、センターへ、ナイスバッティング。ちょっとこれ、満塁でね、回しましょう。さあ、特に満塁男とかないんですが、ここはね、満塁でね、景気よく行きましょう。満塁ホームランって締めようぜ。スライダー、おー、いいよ。タイミングやっぱりね、取りやすい。おー、うまい。もう振っていこう。どうせなら振って終わろうぜ、今日は。ストレートは芝居て、左中間は、パワー C、弾道さんが、炸裂したフェンスの一番上。ただ、まあ、ナイスバッティングのことには変わりないんで、ぜひ皆さんも佐藤龍星選手、非常に使用感いいんで、使ってみてください。マナヤもいい選手、ちょっと、セーブ何気に使いたい選手いっぱいいるわ。うわ、強え。うわー、この助っ人、どこ？